シャバリエのおいちゃんです。今日はですね、ビブラートをお届けします。お待ちください。はい、終わりました。ちょっと不思議ですよね。今日、いいでしょう。今日お届けするのはですね、こちらになります。ローレンス・オブ・アラビア、アラビアのローレンスですね、映画ありましたね。ピーター・オトールが主演してましたね。今ビブラフォンが流れてきました。今日お届けするのはウォルト・ディッカーソンというビブラフォニストの、リーダーでカルテットでローレンス・オブ・アラビア、アラビアのローレンスのジャズインプレッション、ジャズインプレッションロレット・オブ・アレビアをお届けしてます。はい、テーマ曲はまあ有名なのがこの A 面の1曲目にあるんですけども、なぜか私この2曲目に非常に惹かれるんですね。ですのでこれを紹介させていただきました。はい、なんと言いますか、このウォルト・ディッカーソンがこの奏でるこのなんと言いますかサウンド、モーダルな感じですよね。ポストバップモーダル、非常に才能のある人です。他のレベルで To My Queen というプレスティンの合計レベルのニュージャズというところから出してるんですね。それが一番有名ですけれども、何かこれ私大好きで、ウォルト・ディッカーソンもちろんのことをピアノが入ってます。オースティン・クローズ、それからヘンリー・グライムス・ベース、それから非常にドラムが効いてるんですけど、アンドリュー・スイールっていうドラマーがいるんですね。まあ、彼のメンバー、ディッカーソンのメンバーなんですけども、非常に才能のある人たちなんですよね。それで A 面4曲、B 面4曲、もうアラビアのレベルのテーマをちょっとアレンジを変えたりして流れています、流してます。モーリス・ジャールっていう人が、まあ、作った映画音楽なので、それをウォルト・ディッカーソンがアレンジをしてるんですね。これがビンビン私に響いてきます。はい、ということでこういった曲もぜひお楽しみいただければと思います。ピアノがまたかっこいいですね。もうすぐピアノがソロが出てきますけれども、はい、では今日はこの辺にします。じゃあ、いいよ。